そろえちゃった。今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。頑張ります。そう、なんか黄色ちょっと入ってるんですよ。ピンクに黄色みたいな。桃っぽいですね。そう、ピーチ、ピーチガールの、はい、ちょっとガードルの話。え、そうなの、はい、好きなんだ。すごいよね。え、すごい。え、どこのがいい。ワコール。やっぱりワコール。やっぱいいよね。え、ちょっと後で教えて。あの、肌リフトプラス。え、肌リフトプラス。買う買う買う。かわいい。かぶってんのかわいい。かわいい。あ、終わりました。お父ちゃんです。今日はピーチガールなんですけど、今はお父ちゃんです。今日はいろんなピーチちゃんなセイラちゃんが見れる。そうです。桃大好きだから嬉しい。すごい髪の毛が作り方がもう全くわからないほどの芸術作品。ここからリボンを加えていくそうです。ピーチな磨き武器というテーマになっております。どうやって表現しよう。桃でメイクは今桃チークってコウコさんがおっしゃってました。すごいね。それは海の海ですよね。動物園に行って動物のポーズで研究するってこと。そういう時です。それ今猫だよ。猫さっきのリボンがこうなりました。いやーかわいいです。次のカットも頑張ります。重っ。帽子かぶりました。帽子かぶりました。かわいすぎる。これ優勝じゃない。お洋服を着ています。で着替えてきます。ここまでたくさん撮影してきて、ねえ、洋服ねたくさんあって、なんか真似したくなるコーディネートばっかりなんですよね。さっきのロングブーツ出てきたんですけど、購入しようと思ってちょっとスタイリストさんにどこですかって聞いてます。楽しいです。今日もなんかお気に入りのカットとかありますか。でもあの扉のカットのあのピンク色のあのモハモハの帽子かぶってるカットも好きでしたね。今回はボディ企画ということで、いろんなところを見せなきゃいけないから、ちょっとね、ポージングが難しいんですけれども、仕上がり楽しみにしててくださいね。動画、今回ちょっと動画では映せないほど可愛いカットがいっぱいあるので、ぜひ楽しみにしていてください。もう締めていきます。はい、はい、なので包み込むのがワンカット合わせの、はい、ついにおにぎりが食べられる。ストックがもうストック
皆さんが私が納豆が好きだから納豆2個と梅おかか1個3つもあります。今目の前に前回 の, あのもう YouTube に上がってるんですけど、前回の密着動画ではこのね私の大好きな納豆がもうなくなってたんですけど、今回は納豆を残してくださってました皆さん。はい、食べないですよね。